民視の番組、これは関係あるのかは、今日は覇者を言えん、野心名、風俗の専門家ジャン・エイチュン、注意師のリグアン・ユエンを招待し、司会の林明祥と一緒に耳から医者を見る、耳から一生を治す、関係あるのかというトピックについて話し合います。耳が一生を示すとよく聞くことですが、それが身体の健康や運勢に関連していると言われています。健康の専門家であるリグアン・ユエン注意師は、耳には200個もの経血が存在し、耳をマッサージすることで血液循環が促進されると述べています。耳たぶは全身の目とされており、経絡を頻繁に刺激することが推奨されています。ただし、自己マッサージでは効果が弱いため、衛生所で検査を合格した低周波治療器をオンラインで検索することをお勧めします。これらの器具は耳を挟んで経血を直接刺激し、疲労を緩和することができます。耳たぶや耳玉をマッサージするだけでなく、目の生命穴を刺激することも可能です。現代人はスマートフォンやコンピューターをよく使用するため、目の疲れを軽減するために生命穴を頻繁に刺激することができます。生命の起源は目から始まり、胎児の形成も目から始まり、それから五臓や顔の特徴が発展します。目は非常に重要ですので、これらの経血を日常的に刺激して体をケアすることをお勧めします。眼精溶滴治療器、生命自身低周波治療器、促進心極部血液循環、熱愛生命、守護的血液循環健康、カボ的眼精高らか。